長妻明です、えー。立憲民主党の長妻明です。よろしくお願いをいたします。えー、先日のですね、衆議院の予算委員会で、えー、我が党の枝野代表がですね、まあ検査について、えー、コロナについての検査について質問したところ、田村大臣がですね、えー、こんなご答弁をされたと。えー、これはランセット。 の掲載されている論文なんですけれども、先ほど言いましたような、蓋然性の高いところでやった場合には、これは定期的にやると、当該集団から感染を25から33%減らすことができると、こういう答弁されてるんですが、これは事実ですか田村厚生労働大臣。あのですね、ちょっと確認をしま,す記し,ましたが、 ランセットの方は、私が申し上げたのはです、ね、あの人口の5%、これをランダムにです、ねえー、毎週検査をした場合には、実効再生産数が平均2%をしか下がらないというような論文、それと、あの今言われたのは、イギリスの大学のレポートでありまして、ここではです、ね、4月23日によるものでありますが、医療従事者等の感染リスクの高い集団を、 定期的に検査を行った場合、当該集団から感染を25%から33%減らすということがここに書かれておるということであります長妻昭君。これ、だからランセットの論文じゃないんじゃないですか田村厚生労働大臣。あの申し上げますが、ちょっと訂正させていただきます、あのランセットは、そのときにも申し上げましたけれども、人口の5%。 こちらの方がランが乱世でありましてで、イギリスの大学のレポートというふうに、私、そのとき申し上げたとは思,い思うんですけれども、ちょっとそこのところがうまくです、ねえー、伝わってなかったとしたら、お詫び申し上げたいというふうに思います長妻昭君。イギリスの大学のレポートっていうのは、どこでおっしゃったんですか田村厚生労働大臣。これもそのとき申し上げましたが、分科会の資料の中でそのようなものが係であると。 いうこ,とでこれは分科会の中で解除されておりますので、それをご覧いただければというふうに思います長妻明君予算委員会でイギリスの大学のレポートだとおっしゃったというふうに今おっしゃいましたけれども、ちょっとそこら辺どこにあるのか確認しますけれども、これ、事実でしょうねで、今ですね、このランセットっていうのは、これ、私のようなものでもまあ聞いたことがある。 非常に有名なあ権威あるものだと思いますけれども、このランセットじゃないんですね、このおっしゃった大臣の話っていうのは、これ、私も調べましたら、インペリアルカレッジっていうところのですね、えー、レポートですよね、でこれあの、しかもですね、その後大体2%ぐらいしか実効再生産を下げる。 というふうに書いてあるんですが、これは確かにここだけはランセットなんですよ。そうすると大学のレポート、これ、一つのレポートだと誤解するような言い方で,です、ね、ランセットに載ってる、非常にそのミスリードするような答弁だったわけでありますけれども、これ、全く別の人が書いた別の論文をです、ね、あたかもランセットに載った一つの論文かのようにですね、 えー、枝野代表に対する反証としてです、ね、言っていくというのは、これは非常に良くないと思いますので、撤回の上ですね謝罪をしていただきたいと思うんです田村厚生労働大臣。あの私がそのときにです、ね、枝野代表に申し上げたのは、ランセットに書いてある2%分、つまり2%しか下がらないと。これはあの枝野代表がです、ね、その時に えー、検査を幅広く、まあ、みんなにやるべきだというような趣旨のことをおっしゃられたと、私は申しあの受け止めたものでありますから、えー、要するに人口の、まあ、5%をランダムに毎週、ちょっとあっていなかったので。市長